ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅は、クイーンズクジャマイカにある、ニューヨーク市地下鉄、アーチャーアベニュー線の駅で、同線の北側集端駅である。1988年12月11日に、開業した。以前は、ジャマイカセンター、パーソンズブールバード駅という駅名であった。パーソンズブールバード、アーチャーアベニュー交差点にあり、 クイーンズク東部からのバスと地下鉄の重要な乗り換え駅になっている。また、BMT ジャマイカ線160丁目駅及び、ロングアイランド鉄道ユニオン、ホールストリート駅の代替駅にもなっている。ジャマイカセンター、パーソンズ、アーチャー駅は2層構造になっており、上層階は終日 E 系統が発着し、下層階は J 系統が終日、Z 系統がラッシュ時に発着している。 各層とも、島式ホーム一面二線で、ホーム長は B ディビジョンの編成長に合わせて183メートルになっている。ただし、BMT 東部地区では編成長が146メートルしかないため、仮想外ホームでは両端にフェンスを設けて乗客がホームに転落するのを防いでいる。各層とも壁は、高貸色のレンガ造り、床は赤レンガになっており、屋根は、 薄い金属板である。バスターミナル以下の位置に出入り口がある。ありがとうございます。